仕事も終わったし、そろそろ帰ろっか。じゃあ私もあのスーパーマルエツでお買い物があるんです。マルエツ？え、マルエツ？え、今日はスペシャルゾーンなんで。スペシャルゾーン？スペシャルゾーン？あ、なんか。そっか、スペシャルゾーンいいな。え、なんか伊藤さんソワソワしてるけど、どうしたの？だからさ、言わなくたって分かってんじゃない？あ、今日は上高地だ。わざわざらしい。そうなんだよ、上高地なんだよ。やったじゃん。やったでしょ。でも雨だね、今日。まあいいや。じゃあ、バンザイ最初で皆さん送り出してあげよう。せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ。じゃあ、行ってきます。お願い、買ってこいよ。お待ちどうさまでした。遅くなってごめんね。それで今日は2人で同じものを注文しました。でこれは A の天ぷら定食です。いただきます。美味しそうですね。いただきます。もう少し味見して。美味しいね。では天ぷらの方。どれくらい冷たいの？凍っちゃうほど。フリーだ。やっぱり釣り橋だね、これね。揺れるよね。揺れてる、揺れてる。揺れてるでしょ、うん、釣り橋でしょ、やばい。カッパ橋、赤カッパ橋。カッパいるかな。いないな。カッパいないよ。これは釣り橋ですね。あーあとね、カッパ橋を渡ったところがやば。カッパ橋とカッパ。カッパもカッパ、カッパ、カッパ。全部カッパ橋を送る。これは何？なんと、ほら。なんか痛そう。文字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 。この中でも20です。
暴力追放の店。暴力を振るう人がいるのでしょうか。じゃーん。柔道。おかしいな。あ、なにこれ。ねえねえ、売店商品の見本だって。もしかしてこれマッサージ機だよね。ねえ、こういうちょっと年寄りになるかなって感じで。はいはい、ついついつい。ねえ、あ、ちゃんと入るね。これは何だろう。このドイツ生まれの一人指圧機、ツボキークだって。あ、なんか景色がすごいねえ、うん、もうなんか山の上にも霧がこうやってバーッと降りてきてるよ、ね、そこにおじさんが一人何をしているんだろうね。おじさん全く無視ですね。ぎっしり詰まってるよ。あ、ここになんか置けるんじゃんね。ちょっと入れてみようか。凍っちゃうよ、それ。それフリーザーなんだよ。本当に。あ、でも何これ。冷蔵庫に他のものを入れないでって。土器でできてるよ、これ。あ、次のね。あ、何だ。表じゃないの。うん。表で買った方が安いですね。胡椒、胡椒、塩、砂糖。なんかいろんなのがあるね。開放に向かうそうですね。よかったね。はい、結構のお風呂でした。いただきます。ご飯、味噌汁、カニ、うん、天ぷら、ぶどう、お肉、そば、うん、これなんていう魚？わかんない。それからなんだこれ。まあいいや。んでもってお刺身、いろいろ、美味しそうだね。そうだね、お肉が、うわ、すごいね。だんだん焼けてきたね。美味しそうだね、本当にね。美味しそうだね。うん。美味しそうだよ。あ、なめことね、卵と。朝食です。今日は珍しい高山名物のお味噌です。なんか子供のことによって見られてしまったんですけど、
のこれもしかして温泉卵で、これをロープウェイずっと登ってってどういう景色かなと。第2ロープウェイご乗車までに約1時間10分の待ち時間がございます。あらかじめご了承くださいませ。整理券もらったらそこで待っとるんですよ。バスやわ。時間10分待ったらなんでね。まもなく標高1305メートル、ナブダイラ攻撃に到着いたします。あ、じゃあ見っけ。第2ロープウェイ下り、毎日ちょうどと30分が定期便となっております。帰りの最初は何時？4時半、6時半なんて帰った。そう、今日帰られるの？もう俺行って、自分オープンの時は、自分のあれは、それから、こんなにやばい人もどうしようもないんですよ、だから早めにしてくださいね。もっと、もう見えた先頃から、5、6時はやばい。もう見えない。今なんか、雲の中浮かんでるみたいで。さあ皆さんご覧ください。これが北アルプスの何も見えないじゃん。雲見渡す限り雲。これは雪じゃない。雲です。流れてる。こういう動物がいるんです。うさぎの散歩。本当はこう綺麗だね。ねえちゃん、押し花もこうすると綺麗だね。ね、本当の花でさ、これ T シャツだよ。すごい。チーズケーキ1個持ってくる。パンパンパン。なんでそこまで膨らむ。すごいね。面白いな。いただきます。3歳、3歳ってか、うん、あ、よかったね。ねえ、誰か登ってる人いないかな。あ、雲が長くて雪が鳴っていた音が聞こえる。来たよ。そんなこと言ってたらね、下からねロープウェイが来て、さっきとか
してねえねえ、ロープの先がなくない？ロープがどこ？下がないよ。すごい。ロープ、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ロープの下が。ロープの先から結構見てる。ねえ、ロープのとこ。うん。だー、あと見てる。あ、ここから急になってない？あ、急になってない。まもなく進行方向左手前方よりすれ違いでございます。すれ違いの地点が中間点でございます。おー、たけー、もうすれ違った。もう中間ただいま通っております。このゴンドラの下は冬はスキー場となります。この第二ロープウェイの区間にはスキーコースが設けられており、上級者の方には終点小高口より約6000メートルの上級コースを楽しんでいただけます。通っておりますこの人の車名は X 番と申しまして約32キロの傾斜がございます。すごい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 。でもこっからでもさ、ねえねえ、こっからでもさ、もうちょっとさ、生えたらさ、綺麗に見えるかもしれないよ。うん、ねえ、ここにしばらくいるよ、2時間ぐらい。どっちがどうなってるの？ああいう山に持ってくるでしょ、これ。すごいよ。動物住んでる。ヤンバルブスは綺麗だ。こんないいもの隠してんだから頭くるよね。シソ。お花畑。
すごい昨日よりも豪勢ですよ。なんとすき焼きですね。ジュジュ美味しそうですね。ジュジュ牛刺しなんですよ。イワナの生きづくじゃないや、イワナの刺身なんですよ。刺身生きてないね。ご飯ご飯そっちにある。それはこれは何ですかね。ちょっと開けてみます。包み焼きですね。イワナかな。これ見えますかね。昨日もイワナ出たよね。お刺身ですね。おお、お刺身。こちらが煮物セット。わかんない。煮物煮物セット。山菜の煮物ですね。でトマトが2個プチトマト、おしんこおしんこ、おそばおそば、お味噌汁味噌汁、エビフライ。お、これは新メニューですね。はい。おお、これはなんとうなぎのかば焼きなんですよ。ではいただきます。下駄が結構いいですね。このカラカラとは聞こえますか。表にある混浴の方の露天風呂にちょっとチャレンジしたいと思います。ここは結構素晴らしいですね。ピーズツリーフィーズで乾杯。何笑ってんのよ。バドワイザー。バドワイザーで例の買ったね。柿の種もちゃんとあるよ、ほら。本当だ。柿と一緒。乾杯。はーい。飲んで飲んで。ズブズブズブ。うまいね。寝ようか。寝ようっつったじゃん。なんでお金取り出してんの？いや、ちょっと、お酒が足りねえぞって。ちょっともう一本買ってくるから待っててね。ねえ。はい。ねえ、いつお土産買うの。みんなの分もあるしさ。魚に変わった。では、お酒買いに行ってきます。おーい、おーい。ただいまーす。ただいまーす。早いね。だって目の前だもん。はい、2本目です。2本目がやってきました。なんで？アルメで、アルメで。ついたついたついた。なんだよ。では朝のメニューです。昨日と同じ。こちら焼き味噌です。これが多分味噌汁かな。わからない味噌汁。つくだ煮。なめたけと大根かな。どっから見ても貝のつくだ煮。先ほどのこのラメタケのやつはなんととろろになったんですよ。びっくりしましたね。とろろにも味噌汁とつまちもとろろろろろ。車の汚れは取れてもエンジンの中の汚れは取れない。ごちそうさまでした。今日はこれで楽しい旅行の宿は終わりです。でもまだまだ続きは終わってしまったね。あっちゃん、うん、この辺りから乗鞍岳がご覧いただけます。
ったかね。確かに。今度これでやる。みーちゃん。まもなく上高地の難所浜トンネルに入ります。僕ね、その F1 ね、 F1 朝の牛乳パンでポン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 開けて食べようと思います。すごい音するんじゃない。パンがパン手がはまらない。おおおお、ここから割った方がいいね。おー、見事だね、これね。巻き切れない中ね。おいしい。ちょっと貸して。もう、たまんない。おいしいね、これね。でも、テーブ食べた。フルーツパルプル入り、オレンジ、いきます。それって、東京に売ってるやつ？そうです。だけど、F1 グランプリプリックス知らない。うん、快速快感好きか。でも、すごい珍しい味。うん。今日のメニューは？今日のメニューは、このパンとジュースと。で、もぎたてのリンゴ。もぎたてのリンゴ。ほら。いいね、この色がね。ちょっとアップで見てみようかな。ひろこは話しいね、はい、そうかな。それでは、うん、美味しいですか、うん、やめて、おい、あーやだやだ、リンゴがあるからいいね、いらないよ、ジュースなんかくれてよ。これだけは、これだけは、やめてよ。なんか燃えてきなんか来てない？ジュースあげよう。素晴らしいのよ。あ、ゆうちゃん燃えてきて。私だって 2,3 口しか飲んでないんだよ。これ150円で買ったけど、とりあえずリンゴ食べよう。これだけはあげません。誰が何と言うとあげない。これビデオ対象出るかもしれないよ。シャキシャキしてるの、麦だけなんですよ。これだけは来たら絶対に逃げるから持ってね、自分で。
こいらちゃん。ほんときたらどっち。あ、なんか飛んでた。あ、なんだあれ。あら。アルプスは、自然がいっぱい。虫が来んのも自然だね。渋滞だったね。渋滞だった。疲れたね。見てよこの疲れ有り余った風景。雨を追いかけたような旅行だったよね。で、寂しいけどね、なんか東京に来たら心が散ったかもしれないな。お疲れ様でした。